今日はですね、フラッシュイットの続編ついてましたよ皆さん。トーチイットと、フラッシュイットを投げ比べてみました。でレイアウトなんですが、トーチイットがまあちょっとピンダウン気味の5-4-4っていうレイアウトです。でフラッシュイットは2個目なんですけど、2個目だと3個目だと分かんないですけど、ピンアップ4/2、4/2。なのでトーチイットがちょっと先の動きが緩い感じで入ってます。でフラッシュイットはちょっと先のキレを重視したような形で入ってます。で実際ちょっと投げ比べてみたんですけど、まあレイアウト通りっていうと変ですけど、まあ中玉も全部一緒なので、まあ、レイアウトなりに違いが出たのかなっていうのは思うんですけど、カバーがトーチイットの方がかなり強くなってます。なのでまあ痛めで3枚ぐらい内側から、もうちょっとかな、3枚ぐらい、内側から投げて、やっぱかなりオイルに強い感じには感じました。表面もポリッシュされてるのでそんなに強いかっていうとちょっとあれなんですけど、まあ、比べた場合、比べた時に、まあ、かなり強く感じました。なので、まあそうですね、オイルにミディアムオイルぐらいは全然いいかなと。でコンディション的にはどうですかね。今日投げたのが44フィートのコンディションだったので、まあ、かなり長いオイルでも対応できるかなという感じがしました。で、あとは、まあ、もう少しこうショートとかも意外にいいんじゃないかなっていう感じはしました。なので、まあ、カバーが強くなるとこんなに投げやすく、まあクラッシュイットってなんか正直なんか転がらないっていう人すごい多かったんですよね。私なんか優勝したボールだからあんまり悪口は言いたくないんですけど、でもクラッシュイットに比べるとやっぱかなり転がりが強く感じるので、まあ素材でこんなに変わるんだなっていうのを感じながら、投げさせていただきました。なので、トーチイット皆さんぜひ投げてみてください。ありがとうございました。